エウスカルテル・エウスカディは、かつて国際自転車競技連合の主催する UCI プロツアーに参加していた自転車ロードレースのチームである。スペインに本拠を置いていた。チーム名は、メインスポンサーであるエウスカルテルと、サブスポンサーであるエウスカディに由来していた。1994年、バスク自治州に拠点を置く、ペトロノールがメインスポンサーとなって、エウスカディ・ペトロノールが設立された。 1995年シーズンからは、エキポエウスカディに名称を変更し、ペトロノールは3年間メインスポンサーを務めた。1998年には、バスク自治州で事業を行うエウスカルテルがメインスポンサーとなり、チーム名はエウスカルテルエウスカディに変更された。他の自転車ロードレースに参加するチームとは異なり、バスク人のバスク人によるバスク人のためのチームであり、 2012年シーズンまでは所属選手が基本的にバスク人に限定されていた。例外としてオビエド出身のサムエル・サンチェスなどがいたがリーガーエスパニョーラのアスレティック・ビルバを同様国際色豊かなスポーツ界の中で独自の特色を示していた。2003年のツールド・フランスでアイマル・スベルディアが総合5位、イバン・マヨが総合6位に入る。 好成績を挙げ、2007年にはサムエル・サンチェスがブエルター・エスパーニャにて総合3位に入り、チーム初となるグランツールの表彰台を獲得した。またサムエル・サンチェスは北京オリンピック男子ロードレースにおいて金メダルを獲得した。ツール・ド・フランスやブエルター・エスパーニャなどでピレネー山脈を通過するときには多くのエウスカルテルファンの姿が見られ、沿道は エウスカルテルのチームカラーであるオレンジ色に染まった。2013年にはメインスポンサーのエウスカルテルが4年間の支援継続を約束していたが UCI プロチームとして生き残るために多国籍化を図り、スロベニア、モロッコ、ポルトガル、ドイツ、ロシア、ギリシャなど様々な国籍の選手を受け入れたことからサブスポンサーの市民団体からの資金教室が困難となった。 2013年8月20日、セカンドスポンサーの離脱により2013年シーズン、限りで解散するという公式リリースを発表した。その後、スペイン出身の F1 ドライバーであるフェルナンド・アロンソがチームライセンス買い取りと運営資金援助を発表し、チームは存続へと向かった。しかし、9月23日には、アロンソとチームの交渉が決裂したことが発表され、 チームは2013年シーズン限りで解散した。オルベア社のフレーム、オルカに、シマノ社のコンポーネント、デュラ ACE を装着して使用していた。スポンサー探しがトンザスペインのエウスカルテルが19年間の歴史に、マックサイクロワイヤード、2013年8月20日、オレンジ集団終演の時、さらばエウスカルテルエウスカディ、チームは解散を発表。 就活をする選手たちをめぐり激しい選手争奪戦の予感。サイクリングタイム。2013年8月23日。公式リリースエウスカルテルエウスカディ。2013年8月20日。フェルナンド・アロンソが、エウスカルテルエウスカディを買収チーム存続へ。サイクロ・ワイヤード。2013年9月2日。フェルナンド・アロンソとエウスカルテルの交渉が、決立チームは解散へ。 サイクロワイヤード、2013年9月24日、ユスコールテルユスコティ 2012THECYCLINGNEWSGUIDETORIDERTRANSFERS2011-2012CYCLINGNEWS.com2011 年11月18日付記事。ありがとうございます。